Fight!はいどうもこんにちは、フーガーです。今回は、モータルコンバットモバイルバージョンやっていきたいと思います。以前ね、モータルコンバットエクスペクテーション4の方で実況してたんですけど、そちらの方でコメントをもらって、スマホにもありますよということで、なんであるの、綺麗な、なんだろう、すごいよね。なんかスマホでやろうというか、その心意気がすごいわ、このゲームも。はい、まあどんな感じなんでしょう、やっていきたいと思います。やっぱりでもグラフィックはかなり頑張ってる方だよね。 iPad にあるのも驚きだったんですけど、あるかなあるかなって思ってたんですけど、すごい、まあグラフィックは頑張ってますよね、かなり。格闘ゲームとしてはあまり、あ、勝手にやってくれってか、日本、あ、そういうのもあるんだ、すごい。でもタップ機能を生かしてるよね。よっ、やっぱりあっちの方を知ってると、プレイステーション4の方とかパソコンの方を知ってると、パソコンあるかどうか分かんないけど、そっちを知ってるとちょっと緩く感じますよね、血の量とかね。ちょっともう操作が分かんないな。でもすごい、日本語翻訳されてるのがすごいわ。なんでコンシューマーは頑張らないんだ、そこ。あ、ジャンプとかできないのかな。お、フィニッシュヒム。お、来た。おお、お待ちかねの。あー、でもすごい頑張ってるね。おお、いいね、すごい。ちゃんと脳みそも動いてる。おお、いいね、頑張ってるじゃん。ここまでやれとは誰も思ってないでしょ。あ、でも見たことないキャラいっぱいいるな。対戦前に主要チームのエナジーが消費されます。プレイをするにはファイトをタップ。なんでスマホこんなに頑張った、翻訳もしてるし。スマホはやっぱ規制が緩いのか。戦闘でパワーを、難しいですよね。スワイプ、あー、コンボがむずい。あ、でも面白いかもしれないこれ。おお、まあ、最初だからこんなに許してもらえてんだろうけど、他のキャラ使ってみるか。あ、難しい、移動はないね、多分ジャンプもない。何それすごい。何それすごい。よっしゃ、白井龍。おお、すごい。まあ、ゲストキャラというか、モブキャラみたいな感じだろうけど、これはでも面白いなぁ。ちゃんとレベルとかあるし。意外とちゃんとしてるのが驚きなんだけど。だいたいこういう派生ゲームって、派生ではないか。こういうスマホ版っていうのはそんなにいいイメージがないじゃないですか。お、クナイ。タップ。アップグレード。ああ。はい。あ、でもシーリアンでのも強そうだな。ええー、あ、これは見たことある。雑魚的だ。なんだっけ。虫に食われた人の。あ、なるほど。じゃあ、こいつ使ってみるか。うわやっぱ人外いいな。人外。ほら、いいね。ジャンプできねえのがなんだ。お、なんかゲテモノ対決だ。ゲテモノ対決。よっ。タップする場所によってなんかその香りみたいない。お、こいつ火使うんだ。もう、あ、うまいこと変えたな。変えたか。あ、今度はあれか、なんかさっき一人やられたら終わりみたいな感じだったけど、指2本でか、3本なんだろう。じゃあ3本ガードか。はい、まあ感想としては意外とちゃんとしてたっていうのが感想ですね。まあ、iPad なんで多少は綺麗なんですけど、スマホはどうなんだろうな。あ、タワーあるね、ちゃんと。原作をちゃんと活かしてるというか。ガチャとかあんのかなこれ。まあ、あるか。あるんだね。すごい。こういうゲームでガチャ。
リセマとかあるんだ。ああ、サブゼロさん。やった。強いかどうか。え？一回で3万も消費すんの？すっごいな。じゃあ、フーガで、フーガ、ちょっと、iPad のキーボード。まあ、英語だけか。今、博士で。もう、パッと思いついたんで。同意する。いやー、面白いねー、これ。ちょっとやってみるしばらく。これでもさっきやったでしょ。さっきやったんで、もう一回進みましょう。鬼押してく5回やんのが。じゃあ1回やって終わりましょう。すごい。もうフェイタリティもさ、なんかフィタリティか。フィタリティも、まあちょっと評価すると、フェイタリティもちゃんとしてるし、グラフィックもスマホというかモバイル版の中ではかなり綺麗な方だと思いますし、あと何より日本語化されてるのがすごいわ。やっぱ規制の問題とかあるんだね。今週末あんなん出せるわけないわ。まあ今週末っていうのは家庭用ゲーム機の機種だから、 3DS とか Wii U とか、まあプレイステーション3とかそういう類です。よいしょ、これなんだ、来たな。ほら、いいねいいね、来たー、イエー、キタナさんえぐい。キタナさんでも人気だよね、エロキャラだし、すごいセクシーだしね。やっぱりあれだ、なんだろう、モータルコンバットの知名度は日本でいうどんな感じ、日本の格ゲーでいうキングオブファイターズみたいな、そこまでいかないかわかんない。でも結構売れてるよね、いまだにランキングにあったし。ちょっとなんかその統計的なこと考えてすみません。よいしょ、まあ、格ゲーとして見るのではなくて、単純にタップゲームとして見るとこれは面白いかもしれないな。マルチとかあんのやろうと思わないけど、なんだろう、ドラゴンボールのあれに似てるな、タップバトルに似てるな、なんて全然違うな。ああなるほど、首を引く方向で、まあそうか、全部再現とかになってないか。サブゼロさんを巡って、わーっとやばいこれ、あーサブゼロやばい、のんきにやってたら。でもサージェントさんは、サージェントさんなんかでも言われてた気がするんだけど、本編で X で、はいクリアでーす、はい OK でーす。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ単発なんですけどね、まあモータルコンバットちょっと気になった方はやってみてください。まあなかなか海外から取り寄せるとなると結構なんか値段しますね。ちなみにこれプレイステーション4の X は9000円で買いましたし、まあその手が届かない場合はこれで妥協してください。はい、ということで、まあ見たことないキャラもいるし、まあ結構つってもあれ最新作つっても使えないキャラも多かったし、まあすごいファンにはたまらないのかな。わかんないけど、でも翻訳されてるのは本当ありがたいと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。コメントくれた方ありがとうございました。大変勉強になりました、情報のね足しになりました。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。